くなっちゃうんで、今回まあ触りの部分だけね、あのチクと放送して、まあ大体こんな感じのゲームですよっていうのを紹介をしていきます。こういう時って本当なんていうかゲーム配信いいなと思うね、うん、見た方が早いっていうゲームを 見せれるっていうのは大きいと思うんで、なかなか、うん、百聞は一見にしかずっていう言葉がある通り、特にやっぱゲームなんていうとやっぱ視覚から情報が 90% 以上占めてるっていう娯楽なんで、まあ、大抵の娯楽は多分視覚情報が 90% 占めてると思うんですけどね映画にしてもそうだし、漫画にしてもそうだし、小説なんかでも言ってもやっぱり読むとなって、やっぱ文字読むとなってやっぱ目の方が強いからね、うん、展示読むの大変だと思うし、という感じでこのやったら丁寧なピクセルアートでオープニングデモをお楽しみいただいておりますが、このゲームね、実はね、あの縦の解像度が240ピクセルしかありません。言ったら当時のそのメガドラなりスーパーファミコンの解像度を模して作ってるっていうのがちょっと特徴になってて、今 Windows サイズでプレイをしてるんだけど、 Windows サイズだとそのまあ、簡単に言うとそのこういう形でね、あの大きさが変えれるんよでこの1倍にした時のこの解像度が縦が240ピクセル、だから横は400ピクセルぐらいあるんだけどね、16対9で作ってるからね。まあ言ったらメガドラなりスーパーファミコンって言ったら縦が240ピクセルしかなかったから、それに習ってるっていう風な、非常にこだわりが見えるっていうか、なんでそこまでこだわってるのっていう一応そうした解像度の部分のこだわりに関してはフィルターでなんていうかテレビ調にしたり、テレビ調にしたり、なんかあの GoXBR って何の略だろう、なんかアンチエリアスっぽいのかけたりもできるんだけど、多分フィルターなしが一番いいと思う。このゲームのビジュアル合ってると思う。本当に懐かしがりたい人は多分テレビの模したこうしたブラウン管の歪みがあるエフェクトで楽しんでもらってもいいと思うけどね。当時のスーパーファミコンなりメガドライブでもファミコンにしてもそうなんだけど、どちらかというとこうしたのブラウン管のこのにじみっていうのを想定しながらドットを打ってるっていう話があったんで、話があったんだけど、このゲームって言ったらまあ特にどっちでもいいかな。僕はもともとのこのフィルターついてないピクセルアートの方も好きだけど、このテレビの方のテレビを模した感じのこの陰極線が入ったやつも結構好きだな、うん、こっちの方がなんかなんていうかあの懐かしいっていうか、あのなんかいろいろと思い出させるまあ今回フィルターなしでという形で、あの低解像度のピクセルアートにこだわって作ったっていうビジュアルが一つの目玉になってます。で難易度設定ですが、イージー残機7、ノーマルは残機5、ハードコアは、残機3で、ノーマルとイージーはコンティニュー無限でできますので、いくらでもお楽しみいただけますし、さらに言えばあのゲームを途中で中断しても、あの前回のここまでクリアしたけどその続きからやるっていう風に聞いてくれるから、その辺でなんかあのコンティニュー連打してもクリアできないっていう時でも非改めてプレイできるって形になってます。ハードコアはノーマルクリアしてから、選べるって形になってます、ね、何かしたっけミラーモードっていう、その普通ラン&ガンっていうと左か右に延々と走るっていうようなイメージあるんだけど、それと逆でお楽しみいただけるっていうものがあるんですけど、まあ、特に関係ないですなんでこれあるんだろうと思う。キャラクターはノーマルをクリアすると近接攻撃の近接攻撃だけ持ってるっていうキャラクターが選べるようになりますけど、基本的にはこの、マブラっていう女戦士とドイルっていう、この戦闘メカの
武器なりどうこうは変わりません。なのでコントラハードカーみたいに4人主人公いるんだけど4人とも全員攻撃方法違うよっていうわけじゃないって形になってます。ここはまあ賛否両論かな、うん、結構このゲーム本当にレベルデザインがよくできてて、レベルデザインマジですごい、うん、このレベルデザインは確かに楽しいわって思う。なんで武器がたくさんあったらそんだけ分レベルデザインを用意しなくちゃいけないっていうか、レベルデザインをチェックするための作業が大変なことになっちゃうから、多分武器の種類を絞ってんのかなと思う。キャラクターの色が変えたかったらこの画面で一応キャラクターの色を変更できます。横で移動して下で伏せて A でジャンプして X で攻撃で RB をしながらだと移動せずに武器の射角を変更できる。それから敵の近くで一回 X ボタンを離してからもう一回 X を押すと近接攻撃ができるって形になってますね。とまあこの辺の操作方法を見ていただいて分かる通り、基本的にすごいオーソドックスなスタイルになってます。どちらかっていうとメタスラーが近いんかもしれないな。今で言うとラン&ガンっていうよりメタスラーって言った方が通じやすいかもしれない。で難易度ノーマルでコンティニューいくらでもできるんですけど、一応全6面のうち最初の4面だけはステージ選択できます。だいたいこのゲームノーコンティニューで1面クリアしたらだいたい7分か8分ぐらい7分ぐらいで終わるんで、ただ朝10分だけ時間あってとにかくゲームやりたい欲をとりあえず解消したいっていう時はなんか適当にステージ選んでスタートすれば10分でえらく盛り上がれるでしょうで今回はまあそんなに長くやりつつ、一応このゲーム40分でクリアできるようにできてるので、できてるらしいです。多分ノーコンティニューでさらに走ったらいけるってぐらいかな。なのでこのままいつも通り30分なり1時間ぐらいやっちゃうとクリアしちゃうかもしれないんで、まあ、1面と最初2面のちょっとだけやって、そして終わりにしときましょう。ロケンロー、あと音楽死ぬほどいいですこのゲーム。その微妙にそのシンセが入ったメタルっぽいんだ、そのなんていうか当時の FM 音源っぽいシンセが効いててすごい好きです。あとこうやってね懸垂渡りとかもあったり、このゲーム一応この斜めに打ちながら走るっていうそのコントラライクなアクションがあったりするんだけど、ただコントラシリーズやってる人だったらいつも定番のスプレッドショットがないよこのゲーム。叩くでいいよ。サポートメカは A は援護攻撃で、D は2発まで弾が、防げる。そして S は2段ジャンプができるってやつですね。で2段ジャンプできてたらここでアイテムが取れるんだけど、2段ジャンプがなかったらこう敵に捕まえてもらって、このゲームちなみに接触すると即死するんですけど、一部の敵だけはああいう感じで
接触しても死なないようにできてます。ほんと一部の敵だけね。メカに乗ったりもします。よいった。あ、しまった。武器は、グレネードとウィップとそしてレーザーになってまして、スプレッドがないんですよこのゲーム。危ね。危ね。ああダメだ。あまだ死な。ああ危ね。怖え。おっしゃ倒した。そしてアケボのフィニッシュ。あ、5分でクリアした。早い。しかもノーミスだった。早くクリアするとそんだけたくさん点数がもらえます。そしてミッション2ですよ。ミッション2ではこんな形で強制スクロールステージが始まります。ここの BGM ノリノリすぎてもうたまらん。後ろから敵も来たりします。あー死んだ。ちなみにこの攻撃バイクは特に何も姿勢がない限り、まあ、こういったそのなんかビリビリ光ってる敵以外に関しては敵の頭を踏んでダメージ与えることができます。危ね。武器の超過用をやっていきましょう。グレネードは基本的に一発単価がすごいでかいです。だからグレネード撃った後にボタンをもう一回押すと任意の場所で爆破させることができます。基本的に罠ですね。連打するとまっすぐ連打するとなかなか前に飛んでくれないっていうちょっと嫌な感じです。その代わり威力がでかいんでボス戦とかに重宝します。今使ってるのヘビーマシンガンは雑魚相手する時だとすげえ強いんだけど、やっぱ基本的に単価は低いんでボス戦とかだとちょっと弱いって感じかな。ウィップは DPS が非常に高い武器です。ちょっと使い方に結構コツがいるっていうのと、
あとあと射程距離が短いので当たらない時があるっていう感じかな。その代わりこのウィップで殴れる敵に関しては DPS が高いからその分倒しやすいって感じになりますね。特にあの上の方向にずっと銃を撃ち続けるっていう状況なんかでいうと結構ウィップが役に立つ。死んだ死んだ。なのでボス戦とかだったらあのグレネードを敵のパターンが分かってるんだったら結構グレネードが使いやすいっていうか、ただ単純に威力がでかいんで倒しやすくなるって感じかな。 D はディフェンスポット、2発まで弾が入れます。なので基本的にノーコンティニュークリアを目指すっていうんだったらあのウィップがあってディフェンス一択です。危ね、おっしゃ。このシーンとか超かっこいいんだよ。ここで一瞬スローモーション入ったらもう超最高。ここの BGM がマジいいんだよ本当に。あ、これがレーザーです。レーザーですね。基本的には貫通なんだけど、ため打ちをすると威力のでかい攻撃ができるってやつかな。でその代わりこのビーム打ってる最中は近接が出なくなるっていうちょっと不便な武器、まあ、基本的にはこれ連打でも全然使えるっちゃできるんだけど、まあそれはボス戦に置いときましょう。なんでミニボスなりパターン攻略ができてるんだったら、ああした単価の高い武器で戦って、通常のこの雑魚戦なんかでいうとこのマシンガンで戦えるといいでしょう。 S はスピードアップと、実はスピードアップだけで2段ジャンプができるっていうアイテムになってますので、一部の隠しアイテムなんかでいうとあの2段ジャンプしたり取れないっていうようなアイテムがあったりする。近接武器は一瞬だけね相手がひるむ、こういうところとかね、言ったらあそこのワンアップアイテムは言ったらあそこで2つ S を取って2段ジャンプしないと取れないよって言ってる。あ、死んだ、間違った、待って、むずい。各ステージにね1個ずつねワンアップアイテムが置いてあるって、そこがちょっと心にくいね。あ、うそやろ、むずっ。これ D や、取れるか、あれ、あ、ダメだ。一部の武器はルーレット武器になってて狙った場所で取れるんだけど、失敗するとああやった形で罰が出ちゃうっていう感じかな。早すぎた、もういいや。あ、死んだ。と、まあこんな感じのゲームです。ノーマル難度だったら基本的にはずっとずっとこれちゃんとね、あのコンティニューする時のこのタイマーが動いてるってちょっとこだわりを感じますね、この辺が。でノーマル難度と イージー難度だったら基本的にはこうクリアしたステージがずっと残ってるって形になってるので、翌日、まあ、日明けた後でプレイしてもらうときにはその次からプレイできるって形になってますけど、これねレベルデザインっていうか、まあ、このコンティニュー性がちょうどよく働いてて、大抵のステージ
がどん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 その、復活するコンティニューした時に復活する場所いったらその死因が切り替わるんだけど、その死因がどんどん長くなっていくとともに、同じステージ内でも後のシーンになるほど長い、まあ、特にボス前のシーンとか結構長いっていう形になってるので、この必然的に言ったらクリア1ステージクリアしようと思うと結構コンティニューを連打 したくなるっていうか、今やめちゃうとまた最初からやらなくちゃいけないって形で結構連打したくなるっていう、そのついついコンティニューしたくなるっていうあの配分がきっちりとできてるのがすごく心にくいところがあります。まあゲームのスターページのところでアーケードライクっていう風に言ってたんで、ちゃんとそのちょっと待ってね、メインメニュー戻ってこういう形でね、前回やめたとこから続き始めますかって言われるんだけど、これってステージの頭からになっちゃうから、1ステージクリアしようと思うとやっぱそのどんどんとステージの一番後のその奥の方のシーンになっちゃうと、生半可なことってなかなか突破できない、いったら残機押しがしづらくなる。初めのシーンとかはそんなにいったらその結構短めのシーンになってたり、それなりにいったらタイミングを問われるっていう感じのそのデスゾーンがデストラップがなかったりするので、結構残響しでサクッといけちゃうんだけど、やっぱボス前のシーンなんかに残響しがなかなか通用しない、ちゃんと振動覚えてっての繰り返してっていう形でやんなくちゃいけないっていう風にできてて、そこでやっぱそのコンティニューどんどんしたくなるっていうのはあったりしますね。でまあコントラライクのゲームなんで当然ことがやっぱ分かってたら避けれるっていう状況が結構多いので、いざその1回1周ねコンティニュー連打してクリアしたとしても、この したとしたらやっぱ次の、まあ、コンティニュー連打してクリアしてて、で次もう1回やってみるかっていう時に思ったよりなんかあれここのエリア ここってこんなに苦労したっけみたいな、なんか自分が上手くなったといったら分からん殺しに殺されなくなったって感じかなっていうのを体験できるんで、ちゃんとだからコンテニューで 連打してクリアするっていうのもいけるし、ちゃんとやってたらそのうち上手くなるっていう、これはあれですね、近接戦メインのキャラクターでアイテムとか取れないんだけど、その代わり空中ダッシュがあるっていうちょっと変わった生き物になってます。あと近接メインなんてめちゃめちゃ攻撃力高いです。近接メイン言うと結局斜めで撃てるんやったら変わらへんやんって話でさ、ただこういうとこで苦労するちょっとため打ちするとね、こういったチャージちょっと出るんだけどね。この辺のレベルデザインのバランスをきっちり取ってるおかげで、割と、まあ、このゲームそのキャラクターごとに言うと武器のバリエーションがないって、多分この辺が多分噛んでるんだろうなとは思う。あ、いった、待って、ずるいこいつ。ここもね、あ、ずるい。ここもね、まっすぐ進んでるとね、ちょっとだけここせり上がってるんで、しゃがんで弾よけようと思ったらなんか当たるっていう風な作りになってるなんでその2回目3回目プレイするときには、その初回のプレイでは気がつかなかったデストラップとかで
やられたりして、あ、こういう作りしてたんだっていう謎の関心があったりする。めんどくせえ。あ、ずるい。アタックポットはね、このキャラクターでもアタックポットの時はね、ちゃんとアタックで援護射撃してくれんのよ。ちなみにこのステージはあのバイオ工場ステージなんで、あのこうしたバイオ敵が出てきます。下に時間が出てると思うんですけど、あの時間内にクリアしないと死ぬってパターンですね。ちなみにここはその20秒以内に敵を倒すと、シークレットがもらえます。あー、なんだこれ、ずるい。待って、動けない、死んだ。おー、危ね。ほら、どんどんなんてかバイオっぽいステージになったでしょ。とりあえず生体組織かまして交わしたらバイオやろみたいな感じのね、あのそういったなんていうか定番のバイオ要素を楽しみます。あ、この敵が本当嫌なんや。この敵実はね、その姿勢が低いからね、普通のヘビーマシンガンが当たらないっていう特性持ってんだよ。他の武器だったら当たるんだけどね。あ、しまった、これ以上プレイしてしまうとあれだ、3面のネタバレになっちゃうからやめとこう。なんだろう、このゲームでも本当になんていうか、あのずっと多分ずっとそのプレイしながら、あのこの敵がこういう作りになっててとか、このレベルデザインがこうなっててっていう形、一個一個いいところを順番に言っていくだけすげえ楽しいっていう感じのゲームになってます。で、あのちょっと実プレイの時にちょっと言い忘れたんだけど、その、あ、ちなみにクレジットは多分最初一回クリアしたらクレジット見えるようになりますね。アーチューメントも一応スチームの実績とともにちょこんだけあったりします。いろいろあったりするよ。例えばそのメカに乗ったままクリアするとかいう風なちょっと難しめのやつもあったりしたら、あの難易度別の実績があったりって形で、あと近接攻撃敵倒したとかボス倒したとかですね、いろいろとあったり、なんかハテナマークになってたりという形でいろいろと実績があったりします。ちなみにこのボスラッシュモードも、1回ノーマルをクリアしたら楽しめるっていうのも風になってます。とりあえずボス戦ばっかりがっつりやりたいっていう人だったら、ボスのパターンもうちょっと覚えてプレイしたいっていう人だったらこのモードで遊べばいいでしょう。ボスだけとりあえず楽しめるってモードですね。で、これでクリアタイムを競うっていう感じだ。グレネードとかだったら、あ、ずるい。あ、ずるい。
あ、壊れかった。ウィープとかだったら最初どうやって使っていいか分かんない時あると思うんだけど、敵の攻撃パターン分かってて安全だなと思ったらもうずっとウィープ垂れ流したらいいって形でできるから結構あ死んだっていう形の、あのパターンさえ覚えたらどんどんと、あの普通のマシンガンよりも強い DPS の武器を使うことできるから、それでさっさと敵倒すことできるって形になってます。そうした攻略をどんどんと積んでいくと、このノーマル難度でも、まあ、コンティニュー連打してプレイした後、とりあえずステージの構造なりと敵のパターンなり覚えて、で1面から4面だけ、とりあえず1面だけとりあえず4面だけって形のプレイの仕方をちょっとずつやってって、で最終的に全部ランできるようになったら、そのハードコアに行くっていう形 の、 その難易度を上げる時のその段階がちゃんとでき、段階的にできてるっていうのは結構面白いなと思った。単純にクソ難しいからアーケードってわけじゃなくて、ちゃんとコンティニュー連打もできるし、でそれでいて次の日もやってみようと思えるし、でそれでちゃんと覚えていったら最終的にそのワンコインクリアを目指すためのこのハードコアがあるっていう風な形で、まあ、ノーマルである程度その、まあ、1回コンティニューか2回コンティニューぐらいで走れるようになったなと思ったら、次そのハードコアに挑戦するっていう形で、残響しもちょっと通用しないと思うけど、このコンティニュー回数少ない中でよりその命の大切さをレベルデザインのなデストラップとともに学んでいくっていう形の楽しみ方ができるっていうところで、ただ単純にアーケードライクだからクソ難しいってわけじゃなくて、ちゃんと僕ね、アーケードライクのそのなんていうか定義っていうと、具体的にはアーケードライクの定義ってないんだけど、自分としてはやっぱりそのコンティニュー連打してもいいと、その お客さんからどんだけクレジットを巻き上げれるかっていうのがアーケードライクだと思ったりの、まあ今のその話言っちゃうと、そのなんていうかゲームやった後にカードがもらえるみたいな話とかになっちゃうかもしれないけど、まあそういうもそのお客さんからそのインカムを巻き上げる、クレジット巻き上げるその一つの方法であるんだけど、それよりもうちょっと前の前世紀っていうか、まあ前世紀っていうのはたった20、30年ぐらい前の話なんだけどね、の昔のアーケードライクのゲームっていうと、やっぱコンティニュー連打してもクリアできるし、まあ、当時のそのアーケードで遊んでる人たちだってやっぱ教示があると思うんだけど、やっぱワンコインクリアしてこそのクリアだっていうような形 で、 毎日遊びたくなる、毎日プレイしたくなるっていう、このコンティニュー連打してもいいし毎日遊んでもいいっていう、どっちもの遊び方ができるっていうこの幅の広さ、言ったらちゃんとそれにはやっぱそのゲームやってて楽しいと思わなくちゃいけないから、やっぱその俺めっちゃうまいんじゃんっていう風に勘違いさせる要素と、もうここ覚えへん限り絶対前に行かせへんからなっていうその強い覚悟強い決意があるっていう、そのお客さんを気持ちよくさせるっていう部分も兼ね備えてこそのアーケードライクやと僕は思ってるんですわ、うん。まあ、当時やっぱゲーセンでゲームやってた、今はあんまりゲーム戦でゲームやることってないんだけど、まあ、格闘ゲームぐらいかな、大会の時ぐらいかな、うん、ぐらいしかないんだけど、当時は、まあ、結構そのシューティングゲームとか結構遊んでたし、ゲーセンでワンコインクリアもやったりもしてたんで、そうするとやっぱその月々のそのお小遣いなりのうちちょっとね、まあ、握ってでゲーセンに行くっていう、その毎日行く、本当毎日行くだな、うん。まあ、当時その頃僕がゲーセン行った頃って対戦ゲームが
出た後の話だから、もちろん対戦ゲームやりに行くわけだけど、対戦ゲームやって友達いなかったら、じゃあとりあえずレイクライでもやるかなり、あのダラガイでもするかとか、ダラガイやってたら、おおおるやんみたいな形でおっすって挨拶したりとかさまあ何の話だっけ、まあいいやそうしたコンティニュー、もう本当にあのインカムを巻き上げる、そのインカムをついつい突っ込みたくなる、そしてまた翌日明日またやろうって思えるような感じのゲームに仕上がってるのがすごくいいなと思いました。その一つがその先ほどのノーマルでもコンティニュー連打したらクリアできるよっていうその優しさと、まあノーマルでコンティニュー連打したらまあ覚えれるところ覚えてるから、じゃあ次は不正時選択して苦手なステージだけ練習してよっていう形でゲームやってったら、まあそのうちやっぱ苦手な、やっぱ命の大切さってわけじゃないんだけど、やっぱその、あ、ここでも死ぬんだっていう風な、また新しいデストラップのゾーンが見つかったり、上手くなれば気がつくってデストラップのゾーンってやっぱあったりするわけないんや。調子よく進んでるからついつい気がついちゃうっていう。なんかあの、ここ別に警戒しなくていいだろうと思ったところで死ぬと、あ、ここデストラップあったんだっていうに気がつくっていう、そうした段階的な自分が上手くなるとともに、新たなデストラップが見つかるっていうレベルデザインが本当によくできてた。うん。で、それは、あの、コントラライク、っていうかまあ、多分なんだけど、コントラライクっていうに言って、まあ具体的に言うとスプレッドショットがないっていうのは大きいよね。スプレッドショットをとりあえず取ったら、あとそれを打ち続けたら、とりあえず画面から出てくる敵は全部それで殺せるっていう風な安心感はあるわけよ、コントラっていうとさ。まあ、あの、もちろんそのコントラザハードカーなんかでホーミングがあるわけで、ホーミング垂れ流してたら、まあ、ダメージは低いけど、とりあえず敵がいるところはわかるっていう形だけど、このゲーム、このスプレッドショットなりホーミングってないので、そこで言うとその、メタスラに近いんよね。ちゃんと敵のいるところを覚えて撃たなくちゃいけないっていう部分もあるんだけど、ただ、メタスラと違って、あの接触死するんで、接触死する敵があのスピードでやってくる、コントラのスピードで、あの、やってくる敵に対し、メタスラー並みの火力で戦わなくちゃいけないっていう部分が、ブレイジングクロムの調整になってると思う。そこは、言ったら、コントラでもないし、メタスラーでもないっていう部分のちゃんと独自の味付けができてるっていうか、これ、味付けって言ってええんかな。ただ単純に時期が弱いだけやんって言われたらそうかもしれないんやけど、ちゃんとこのジョイマッシャーっていうその鬼剣を作った男たちは自分たちがやりたいコントラを作ってると思う。うん、本当だ、スプレッドショット打ってるだけやんっていうコントラにしたくないっていう。で、その一つとしてやっぱ武器の使い勝手が微妙に、いちいちかゆいところに手が届かない絶妙な塩梅で、ちゃんとミニボスなりボスなりに対してはまあ有効な武器ちゃんと使っていったらサクサク殺せるし、通常時だったらちゃんとマシンガンちゃんと撃って、で、分かってるんだったら、まあ武器使っていいよっていう感じのね。武器使えば、ちょっと高い敵がいるんだったらそこで武器使ったらいいよって形で、楽できるかどうか、楽できるポイントっていうのをちゃんと武器で作ってる。まあ言ったらスプレッド取ってずっと一生スプレッド打ってるようなゲームじゃないっていうところが、ところにできてるのは、僕はそこが気に入ってます。多分このゲームスプレッドあったら僕そこまでは盛り上がってなかったと思う。で、そうした武器の使い勝手の悪さっていうのも、やっぱりその最初一周するときには結局残機を死してコンティニューしまくるわけやから、やっぱマシンガン、一番メインの武器であるマシンガンを中心に使っていくわけなんだけど、そこからあと一回デストラップを覚えて、わからんと死ぬポイントを覚えて、言ったらその2回目3回目プレイするときにやっぱある程度上手くなってるわけで、あ、ここ、このいつおるんやったらもうこの武器戦ったらええやんみたいな形で、これまでいまいち使えへんかったっていうか、取ったら武器がマシンガンから変わって死ぬみたいな感じのイメージしかなかった武器が突然輝き出すっていう、自分のうまさに応じてゲームの内容変わったようにどんどんと、ゲームの新しい魅力が見つかっていくっていう部分は、これはまた明日もやろうっていうような気持ちになったりしますね。そこの調整はきっちりとうまくできてるから、ただ単純に難しいだけじゃなくて、ちゃんとそのプレイヤーに、まあさ、ただ単純に難しいわけじゃない。まあ難しいゲームだと思うんだけど、それでもコンティニュー連打したらクリアできるっていう点で優しいかもしれない。あの、カップヘッドと比べたらよっぽどマシだってイメージあるね。カップヘッドコンティニュー繰り返しても結局やっぱタイミングでやらなあかん部分は、どうしてもやっぱタイミングでやらなあかんっていう部分はあるからね。このゲームはタイミングでやらなあかんっていう部分は、ある。やっぱりあったりする。
4面、5面、6面は結構タイミングでやらなあかんから、分かっててもタイミングよくジャンプしないと死ぬってとこあったりするね。うん。でもまあそれも言ったらデストラップの後に次まあタイミングちゃんと覚えてジャンプするっていう風な形を攻略組んでってって話だからね。うん。何の話だっけ？まあいいや。というわけで本日はこちらのブレイジングクロームっていうゲームの方を紹介させていただきました。もう言ったらその、縦の解像度が240ピクセルしかないっていう点で言ったら16ビットの、画面制限を使って、まあ、はるかになんていうか、手間と時間をつぎ込んで作った極上のピクセルアートをお楽しみくださいっていう感じのゲームなんで、まあ、やっぱり、コントラスハードコアなり、コントラスピーツと比べちゃうってとこあるんだけど、まあ、そことは全然じゃなくて、そこを踏まえつつ、まあ、同じ条件なんだけど、俺たちが遊びたいコントラこれなんだっていうのをちゃんと見せてくれてるっていうところで、ちゃんとコントラなり、メタルスラッグにはない、まあ、似たような感じかもしれないけどね。まあ、いった格闘ゲームもそういったそうだからね。顔ぶれと恋姫どこ違うんっていうふうに言われて、実際のところ、格ゲーやってない人に説明するのって結構難しいからね。顔ぶれは A パがあります。A 級コンボと即死コンボがあります。恋姫はないです。以上みたいな形の言い方ぐらいしかできなくなるんだけど、特にやっぱそのラン&ガンなりを昔からやってる人なり、まあ、特にあれだ、ミスティックウォリアーズとかやったりとかね、そういった人たちなんかで言ったらやっぱその微妙な違いがわかると思うんだけど、そういう人たちは多分やったらきっとこの微妙な違いがわかると思うんだけど、この違いが言ったら今これからラン&ガン初めて触る言ったらこのちょっと難しいアクションゲームやってみようと思うようなその中学校ぐらいの子でも楽しめるっていうか、今の子供に遊んでほしいラン&ガンってあるよね。カップヘッドは難しすぎる。あれも完全に開口中向けだからな。あれ万人に勧められるゲームちゃうからね。難易度としては絶対難易度とレベルデザインと、そしてあれだ、アーケードライクな楽しみ方で言ったらこっちの方が勧められるんだけど、こっちはこっちな、ビジュアルがマジコテコテだからな。なんていうか、80年代アニメっていうか、まあ、北斗の拳的な感じのね、レイズナー的な感じのね、世紀末っぷりとね、あとターミネーターの最初の、機械に反乱されて、なんか人類が滅亡になってるっていうような、ポストアポカリプスの未来みたいな感じの、ああいったコテコテの設定をね、本当に巧みなピクセルアートで描きましたっていう、これ、今の子たちが見て喜ぶのかなって言われたら難しいね。まあ、そういう若い世代の方々にもね、こういった、なんていうか、我々私たちおじさんたちがね、子供の頃夢中になったような、こういったアートワークたりに関して喜んでほしいなって気持ちもあったりするんだけど、多分無理だろうな。ただ、これで見た目がカップヘッドだったらどうなのって言われたら、これはそれでまた難しいな。なので、こういったね、話をね、全部その、愛があるっていう一言でね、なんか収めてしまうのはもったいないなっていうふうに思ってるところはあったりするんだけど、ただやっぱりこの、愛があるっていう言葉って強えなって思った。言葉にスペース長くなっちゃうからね。というわけで本日はこちらのブレイジングクロームっていうゲームの方を紹介させていただきました。多分1500円ぐらいだったかな。なので、お気に召しましたらご購入ほどよろしくお願いします。それでは本日はこれにてラジオの配信を終了します。ご視聴いただきどうもありがとうございました。